じはあったんですね。ずっとスパンス、スパンス、スパンス、ずっとスパンス。え、かわいい。じゃあ今日雨降りますが行きましょうかね。行こうかね。田野くん指名していい？指名、はい、じゃあ GRMN 運転手ね。あ、ありがとうございます。初めて乗った？あ、本当に初めて乗ったオープンカーがランボルギーニ。というわけで今から、はい、急になんかいつもと違う風景の車に乗り換えましたね。え、アイドリングストップもするんですかこの車？前の前にはちょっととある車が走ってますので、はい、はい、追いかけていきましょう。そうですね、あのさっきからあのデフがすごいガチガチ言ってますけど、それは左ですか？左に曲がるときも左折します。あ、機械式 LSD のクラッチプレートが擦れる音がしてますね。おこの車ですね、何が怖いってですね、うん、金額にビビってとりあえず今金額で、はい、カノさんはちょっと今びっくりしております、はい、あのちょっとハンクラッチ対応するとクラッチ効果になって、はい、ものすごい金額がかかっちゃうんで、とりあえずステアリングがスウェードなのに手汗かいてるんでちょっとすごいこれがテカテカになってるかもしれないですね。ちょっとケアしてあげられて、はい、メンテナンスをちょっとちゃんとブラシで軽く手羽立てさせて、ね、最後はちょっとお手入れしないと。めちゃくちゃ効くもん、このフレーチなんか。やっぱ
じゃあ今ここはどこでしょうか。はい、ここはですね、ここはですね、鴨川グランドホテル、はい、となります。はい、はい、511です。コロキさんの誕生日ですね。あ、そうなんですか。はい、ダウンタウンの浜ちゃんと同じ誕生日です。あ、ちょっと話が広がらなかったですね。あまりにも話が広がらなかった。さあ、この後美味しいものを食べて、そうですね、はい、酔っ払って美味しいものを食べて、ね、いや逆ですね、美味しいものを食べて酔っ払って、あのジャンプしたらもう泥酔状態になるんです。ちょっと飛んでこう。ジャンプする前にジャンプできないか。ジャンプ、ああ、はい、いや今は飛べる。今ジャンプしたらもう。バイオイしてるんでちょっと危ないですね。ジャンプして着地してあの膝から崩れてる膝から崩れてる映像になってるかも。足首やられてるかもしれない。トイレでこんなん今からね、夕食ということで、はい、皆さんゾロゾロとゾロゾロ続々と集まって、ちょっと美味しそうすぎてもいただきます言ってるんですけど、それをちょっと多すぎて。じゃあでもざっくり、皆さん日頃の働きお疲れ様です。お疲れ様です。今日と明日と明後日3日間しっかり楽しんでいただき、ありがとうございます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。眠れそう。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。中濱さん、お酒飲むんですね。もう一個持ってきてくれるはず。一番強いし。本当ですか。この中で。だからもうこれから YouTube のイメージが変わりますね。うん、まあ、いつも飲んでるんですけど。いかがですか。はい。遊んだ後の一杯美味しいです。遊んだ後あ、今日は移動ばっかりですね。移動ばかりですね。はい。まだ続きますので、これから。よろしくお願いします。社長どうですか。いや、皆さん喜んでくれて、はい、何よりです。行きはサプライズもありのですね、はい、あの社長がシャッターを開けられるタイミングがちょっとつかめなくてですね、あ、ちょっともう少し打ち合わせしとけばよかったなはい、俺が言わなかったらもっと良かったよちょっと反省点、ちょっと反省点がありましたけど。飲んでますか。飲んでます。スタートですけど、まだスタートしたばっかりですね。はい、コースタートで、はい、コースタートで、まあ、今後どんどん上げていこうかなと思います、はい、懇親会のリーダーといえばよろしさんということで頑張ります飲む担当としてさせていただきます。ビール届いてます。お任せください。お任せします。スパイダーマンに憧れたとこ、変わるすごいね。どっか行くやん。まずは皆さんですね、本日一日、まあ、もうほとんど移動だかと思いますけれども、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございま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 す。まあ、明日、明後日もですね、皆様、まあ、社長よりこうサプライズでですね、まあ、いろいろ計画をしていただいておりますので、まあ、しっかりとこう楽しんでいただけるようにですね、まあ、私たちも動いていきたいと思います。まあ、まずは明日ですね、こうビッグサプライズございますので、皆さんもしっかり楽しみにしていただいてですね、まだこの後夜も長いですので、しっかり楽しんで、長いです、はい、しっかり楽しんでいただいて、まあ、日頃でですね、疲れを癒していただければと思いますので、まあ、また明日、明後日ですね、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。おはようございます。おはようございます。さあ、2日目ですね。逆ですか、はいはい、大丈夫です。昨日の疲れも1ミリもなく、今日も1日満喫する。さすがカメラを回したら、カメラを回したらピシャッと、ね。いい、はい。まあ、朝からこんな感じですので。なんといってもこれですね。そうですね。昨日夜遅くて、もう夜は、はい、見えなかったんですけど、朝びっくりしました、はい、私。はい、これをオーシャンビュー。オーシャンビューということでですね。今日ちょっと風が強くてですね、今日は。そうですね、はい、波乗りとしてはやっぱり心騒ぐ。聞いたことなかったですけど、はい、あ、本当ですか。聞いたことない。もうそのものプールもあります、ね、はい、もうすごいですね。こう施設が本当にこう充実してまして、まあ、リゾートというような、もうまさにリゾート、はい、そういうところですね、はい、まあ、食事も美味しかったですし、そうですね、朝ごはんもいただきました、はい、そうですね。で、今日はデイ2ということで、はい、今からロビーに降りて、はい、皆さんちょっと待ちたいと思いますけれども、
またいろんな今日はスケジュールが満載ですので、はいはい、楽しんでいきましょう。いきましょう。はい、皆さんおはようございます。2日目の朝です。はい、皆さん寝起きいかがですか？疲れは取れましたか？はい、昨日温泉と美味しい食事と、まあ、今朝も食事楽しんで、皆さんいかがでしたでしょうか？最高です。なんか言わされた感があるみたいな感じになっちゃいましたけど、ということで社長、今日は、またいろんなスケジュールがですね、そうですね、はい、午前中に曲がり側の方に移動しまして、はいはい、こちらの担当の方から今朝連絡がありましたけども、はい、心配されてあって、はい、今日アクアラインが通行止めらしいんですよ。そうですね、はい、だから1日遅れてたら来れてないと。はい、そして、まあ、昨日、昨日私と、まあ、ドライバー4人と2人で移動してるんですけど、その前の日は事故で、あ、そうですね、道路が通行止めになりました。ということで、はい、まあ、ちょっとアンラッキーかなと思いきや実はついてた、はい、その間でハマっとかないとちょっとこのスケジュール通りに進めてないと、はい、いうようなタイミングでしたね。はい、ありましたんで、ついてます。はい喜んで。はい、もうちょっと風に皆さん吹かれてですね、ちょうど涼しくていい感じです。まあ今日本当いろんなスケジュールが、いっぱい詰まってますので、皆さん今日も一日楽しんでいきましょう。はい、はい、では行きます。行ってきます。行きます。サーキット体験走行ということでですね、いきなりね、そう着いた途端ね、2台ポルシェ用意してるって言われて、はい、多分もうみんななんか唖然としてサーキットコースどんな感じか楽しんでみてください。はい、行ってきます。